ちは。で今回は夏バテに備えて内臓を元気にする方法を一つご紹介しましょう。それでは早速レクチャーします。でまずは正座の姿勢になります。正座になったらばまずは足を少し開きます。拳が2つ分ぐらい膝の間に入るぐらいで足を開いてください。そして拳を、両方の手を拳を作って、でももの、付け根に拳を、乗せます。息を吸いながら背中を後ろ伸ばして、吐きながらゆっくりと体を前に倒していきます。ちょうど拳が、お腹を圧迫するように、でおでこを床につけちゃえば、つけちゃいましょう。ここで大きな呼吸をいくつか繰り返します。いくつか呼吸したらば吸いながら起き上がってきて、で手を離します。で少し目を閉じてお腹の中の感覚を味わってみてください。このポーズはお腹がいっぱいの時にはおすすめしません。ではぜひ